にちは、館長です。このインクカフェっていうキットでオリジナルのインクを作っていこうと思います。ちょっとね、中身結構出してぐちゃぐちゃなんですけど、こんな感じのブルーグレーですね。これを作りたいなと思います。こういうカップが必要なんですけど、ちょっと引っ越しした後でカップどこに入れたか分かんなくなってしまったので、ちょっと代用品でやっていきたいなと思います。用意するもの、まずはこのインクカフェのキット、それからマドラーです。これでインクを混ぜていきます。あとは、試し書き用にガラスペン、あとはまあパレットですね。それから、できたインクを入れるボトル。これはね、タミヤの小瓶です。スペアボトルミニ角瓶。10ミリ入ります。こんな感じです。一応スポイトも用意しました。インクカフェのインク、結構調合すると、ほんのちょっとでも色味が変わってくるので、色を少し足しつつ、ちょっとずつ試し書きをしながら作っていきます。これがまずブルーですね。結構鮮やかなブルーです。これがグレーですね。ほとんど使ってないグレー。なんかあんまりくすみ系のカラーって今まで必要なかったんですけど、最近ちょっとくすみカラーも欲しいなと思って、ちょっとオリジナルで作りたいなと思いました。ツバメノートさんが出しているインクコレクションカード、これ結構いい紙で、しかもたくさん入っていて、こういう名刺サイズでカードケースにコレクションすることができます。こんな感じでね、前に作ったカード入ってるんですけど、でインク見本として使いたいなと思います。かっこいいですよね、箱。キラキラ。直接入れちゃうか。よし。直接入れちゃいます。ブルーグレーが1対1です。1対1。まあ、どのぐらいインクが必要かにもよるんですけど、まあそんなにたくさんはいらないかな。インクってなかなか減らないので、結構雑っちゃ雑なんですけど、こんな感じで直接入れちゃって、結構鮮やかなブルーです。こんな感じです。次にグレーいきます。はい、今グレーを3滴入れてみました。ちょっと黒ずんだ感じのブルーになったと思うんですけど、これちょっと一回試し書きしようかな。おー、なるほど。あ、いいね。かわいい色ですね。この辺になりましたね。7対1ぐらいの色味。なかなかこれもいい色かなと思います。が、もうちょっとグレー味を足してみようかな。ちょっとグレー入れます。
2、3ぐらい。ちょっとさっきのガラスペンはこう洗いまして、これにつけていきます。あ、ちょっとネイビーっぽくなったね。いや、結構ね、思ったより青が多く入ってたみたいなので、ちょっとグレーを1、2、3、4、5、こんぐらい、よし、混ぜます。よいしょ、インク瓶のところに塗ってみよう。またペンを洗います。だいぶ濃いね。濃いな。どうしようかな。ちょっとこれ水で薄めてみます。水筆、この水筆で結構ね、薄めたらいいかもしれない。ネイビーだね。だいぶネイビーだ。なんかね、イメージもうちょっとグレーがいいんだよな。黒入れるか。もっと黒入れます。グレー結構ドバッと入れたよ今。よし、こんな感じで。結構黒っぽい感じになりましたね。これを伸ばしていきます。はい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 、いいんじゃない。結構いいね。結構いいね。これはいいんだろう。今ね、やっと今この1対1ぐらいになったかなって感じがしますね。そうだね、最初青結構入れたからね。ただイメージはもうちょっとグレーなので、また足します。ちょっとしつこいぐらいにグレーを足しますね。よいしょ、結構入れたよ。よし、これでちょっと理想のグレーになっておくれ。よいしょ、ペロ、こんな感じで綺麗に剥がれます。タミヤの優秀です。すごい使いやすいです。さあ、どうなったでしょうか。あ、いいね、いいかも。いいね、こういう色が良かったんだ。水筆でね、結構グレーっぽい、すごいニュアンスカラーっぽくていい色だなと思います。色見本を作ります。
この新しい紙に書いていきます。濃いところは濃いんですけど、黒に近い感じでもかなり薄めるとすごくいい感じのグレーだなと思います。いいね。インクカフェのインクは結構溶けやすくて、色の変化がかなり楽しめると思います。何日だ？ 27 かな。よし。これね、ラベルとかつけるといいですね。できました。ブルーグレー1対6ぐらい、インクカフェで調合、そして今日の日付、この色めっちゃいいですね。自分で言うのもあれだけど、うん、ちょっとくすみ系の感じでおしゃれな色になったんじゃないかなって思います。このツバメ中性子フールスっていうのも結構お水つけても裏抜けしなくて、ちょっと歪みは出るけど、でもね、色で髪が抜けるっていうことはないです。すごいね、これインク専用の紙になっています。ブルーグレーできた。楽しい、調合って楽しいよね。ちょっとスポイトとマドラー全然使いませんでした。パレットで調合したい方なんかにはスポイトマドラーは必須です。ちょっと私は直接瓶に入れちゃったので今日は使わなかったですけど、うん。ではインクカフェ、結構気軽にインク作りが楽しめるので、ぜひ興味のある方はやってみてください。あとね、このオリジナルのインクでこういうね、空っぽペンっていうやつが別売りで販売されているので、これにオリジナルの作ったインクを吸わせてペンにすることもできます。結構ね、気軽にペンが作れてすごく楽しいので、そちらもぜひやってみてください。ありがとうございました。